皆さんこんばんは、カランダです。鉄道模型 N ゲージ、本日はレイアウトルームの紹介と、レイアウトルームの一部の線路の配置を変更したので、その様子をお届けする、まあ、Vlog 的な内容になってます。後半では走る車両の映像がたくさん登場しますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。ということで、こちら普段ですね、紹介しているレイアウトですけれども、こちらのモジュールを中心とするレイアウトは前景はこんな感じになってます。6畳の部屋に設置してまして、全部合わせても横幅が2メートル、縦が1メートルちょっと出るぐらいで、実はそんなに大きくないんですね。全体で1畳ぐらいのサイズに収まってます。メインモジュール以外の部分をあんまり紹介したことがないのでお見せすると、メインモジュール以外の部分はこのような形でトミックスレールで接続してまして、でメインモジュールの裏に昨年完成したベルピエセントラル駅モジュールが接続されているという形になってます。でこちらもトミックスレールでぐるっと回ってきて、メインモジュールの後ろから本線に入り一周すると、そういう形になってます。普段はこういう感じでメインモジュールの中で撮影することが多くなってますね。そんな感じになってます。でこのメインモジュールは地面から70センチの高さに置いてまして、メインモジュールの下はどうなってるかというと、こんな感じで車両の置き場になってます。ベースの大部分はニトリのカラーボックスを使用していて、こんな感じでカラーボックスを横に置いて、そこに車両ケースや単品の車両を収める形になってます。カラーボックスになってないところは作業台用の馬を買ってきて、その上にモジュールボードを乗っけています。メインモジュールの下もこんな感じで車両ケースであったり単品車両がたくさん入ってますね。逆に言うと、このスペースに全ての車両を収めてまして、その他押し入れの中などには車両を収納していませんので、この2畳ぐらいのスペースが私の鉄道模型の全てということになります。それからメインモジュールの手前にはこのような作業台テーブルが置いてありまして、ここで車両の出し入れをします。手前側の腹腔線は架線柱などを立てていないので、この部分で直接線路に車両を乗っける形になりますね。コントロールユニットの下にも車両ケースがびっしり収められてます。コントロールユニットのある部分は奥行きがありますので、手前に単品の車両ケース、そしてその奥にブック型の車両ケースを収める2段構造となってます。こんな感じになってます。ちょっとホコリがすごくて申し訳ありませんね。もっとちゃんと掃除をしてから撮ればよかったですね。はい、そんな感じになってます。ちなみにコントロールユニットですけれども、どちらもトミックス製を使用してまして、こちらが DU の1というトランジスタコントローラー、昔の製品ですね。そちらと右側の N の400を使ってます。外国型の鉄道模型はコントローラーを割と選ぶ傾向があって、相性の良い悪いが起こりやすいんですけど、この2つのコントローラーは割とどんな外国型の車両とも相性がいいので、この2つを常時使用しております。そんな感じでレイアウトの全体像でした。で今回このレイアウトの一部の配置を変更します。この奥の部分ですね、ベルビエセントラル駅が置いてありますが、この部分に別のモジュールをはめ込もうと考えまして、周辺の線路などをばらしております。この駅がトンネルがある関係で、パンタグラフの高い車両などが通過できなかったんですね。なのでこのモジュールを取り外して他のモジュールを置こうかなと考えておりました。置こうと思ってたのはこちらのモジュールで、配信の時の待機画面などで登場している昔作った作品なんですが、残念ながらこちらのモジュール長さが結構ありまして、先ほど取り外したベルビエセントラル駅のモジュールのスペースには収まりませんでした。ということで配置変更後はこうなりました。結局ベルビエセントラル駅のモジュールを置いています。ただ向きが元々と180度反対向きになってます。こっちの方が映像などを撮るときに使いやすいので、こちら側の向きに変えたということですね。そんなわけで変更後の前景はこんな感じです。はい、大して変わってないですね。すいません。ただ線形変更を一部加えておりまして、ベルビエ駅モジュールの前に緩いカーブレールを挿入しておりますので、こんな感じでですね、走る車両の映像を撮るときに緩いカーブを曲がってくる車両を、イン側から撮影することができる。こういうフォトスポットが新たに誕生しました。過去の映像を見てもらうと分かりますけど、今まではベルビエセントラル駅の前って直線線路しかなかったんですね。なのであんまり変化に富んだ風景を撮ることができなかったんですけど、こういう感じでうねうねっと S 字カーブを曲がる車両の映像を撮ることができるようになりました。こちら走らせてる車両はミニトリックス社の製品で、ドイツのメトロノームという鉄道の客車です。この製品非常に走りが悪いんですね。この製品に限らずミニトリックス車の2階建て客車は転がりが悪く脱線も多いので、
逆に言うとこの客車がきちんと走れば他の製品は大概走行 OK ということで、残念ではあるんですけど走行テストという意味では非常に適しています。この車両が走れば大概他の製品は何でも走る、そういうことです。車両が変わりまして、こちらも同じミニトリックス車の2階建て客車です。これもまた脱線が非常に多い客車なので、まあ、これらの車両が問題なく走れば他の車両はまず問題なく走るだろうということで、最初にいつもこれらの車両を走らせてます。それからこちらはトミックスの車両ですね。 TN カプラの車両も線路条件によっては脱線を起こしたりするので問題なく走行することをチェックしてます。まあ大概ミニトリックスのあのメトロノームが走れば TN カプラの車両も問題なく走るんですけどね。一応トミックスの製品も走らせておきます。さらにこちらは加藤の振り子式を搭載している381系です。このようにレイアウトに配線変更や手を加えた時はなるべくいろいろな車両を走らせて、いろんな車両がちゃんと走ることを確かめておくことが大事ですね、などとそれっぽいことを言っておりますが、まあ実際のところは走らせて車映像を撮るのが楽しいからただ走らせてるだけというところもあったりします。もうこの外国型車両が出てきたあたりからは単純に趣味の域ですね。走らせるのが楽しいから走らせてる、それだけだったりします。なお先ほど紹介したトミーの DU1 トランジスタコントローラーですが、この映像の左側の電車のように自動で加減速をする機能がついてるんですね。この機能を使うと、まあ、こういう映像が手軽に撮れたりするので、そういう意味でも非常にいいコントローラーだと思いますね。ということで今回はこんな感じの動画ですいませんでした。自宅レイアウトの紹介と少し配置変更したよと、まあそれだけの内容なので Vlog ということにさせてください。今後もまた引き続き鉄道向けの動画を定期的にアップしていきますので、よろしくお願いします。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルでは鉄道模型の動画の他に鉄道の動画や鉄道のゲームの動画をアップしています。もし興味がありましたらチャンネルを登録していただけると嬉しいです。チャンネル登録後再生リスト鉄道模型を押していただくと鉄道模型に関する動画を見られますので、ぜひ他の動画も楽しんでいってください。それではまた次回も動画でお会いしましょう。バイバイ。